こんにちは、ヌードル刺繍の花デイジーです。今日はオリーブの刺繍をご紹介したいと思います。それではまず描き方から。では描いていきます。まずゆるい曲線を描きます。そしてこの先に割と細い感じの葉っぱ、少し茎を描いて細めの葉っぱ、上にも同じように細めの葉っぱ、小さな茎を描いてオリーブの実を描きます。根元に小さな葉っぱ、上にまた葉っぱ、もう一度上に葉っぱを2枚、この辺りにまたオリーブの実、さくらんぼみたいに2つ描きます。で、根元にまた葉っぱで、上側にも2枚葉っぱ。今回はこの図案で刺していこうと思います。それでは刺していくのですが、今日の刺繍の糸の色は茎この色で葉っぱはこの2色、そしてオリーブの実の色緑とちょっと紫がかった紺色ですね。こんな色で刺していこうと思います。では茎2本取りでこちらを刺していきます。アウトラインステッチで刺していきます。このワンステッチの長さが約7ミリぐらいです。この茎の長さがちょっとカーブしてますが、約 4.5 センチです。では次、この、付け根の部分ですね。ここは1本取りで刺していきます。もう線の通りにストレートステッチで。はい、茎の方刺してきました。はい、次は葉っぱの色、薄い色から2本取りです。どこを薄い色、どこを濃い色ってするのはもうその時気分で大丈夫です。サテンステッチで刺していきます。では葉っぱの濃い方の色、こちらも2本取りです。同じように刺していきます。はい、葉っぱの方刺し終わりました。はい、オリーブの実3本取りです。まずちょっと膨らみを持たしたいので、この実の図案の中、適当に何ステッチか入れておきます。ではサテンステッチで実を刺していきます。はい、そしたらこちらも同じ色で刺していこうと思います。グリーンのオリーブの実も3本取りです。刺し方は同じです。はい、刺し終わりました。いかがでしょうか。実の色を全部こういう色で統一してもいいと思いますし、こういうグリーン系がいい方はグリーン系で刺してみられてもいいと思います。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも役に立ったなって思われたら、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。またコメントや質問などお気軽にお寄せください。それではさようなら。